こんにちは、ミントです。今、オブリビオンをやってるんですけど、一応ね、オブリビオンは、初めてなんですよ、私やるの。で、一応、今の状況としては、盗賊ギルド、魔術師ギルド、闇の一党が終わって、で、今、戦士ギルドをやってるんですね。で、たまたまアンビルに来たんですけど、で、この人に話しかけたらなんか家をね、売ってくれるって言うんですよ。なので、買おうと思います。館。ベニラステ。すごいよ。だって特別価格で譲るよって言ってて、5000ゴールド。安くないっすか?5000 ゴールド。待って、テートの鳩場が、の家が2000ゴールドだから、まあ、割と安い方。やった、これで家ゲット。ありがとう、ベニラス。ありがとう、ベニラス。あ、じゃあちょっととりあえず行ってみようと思います。待って、クエスト更新された。なんか今霊魂が宿り場所とか書いてなかったちょっとやばい家なのかな。なんだ、まあ、特別価格とか言ってたもんね。どこだろう、ベニラステ。ここだっけな、なんか似たようなお家ばっかりだから。あ、でも確かこっちの方に空き家があったから、ここかね、戦士ギルドでさっき、ちょっと寄ってたんですけど、星が綺麗だな。綺麗、天の川。ここかな。ああ、いいんだ、ベニラステ。ここだ。クエストが更新されました。霊魂が宿りし場所。修繕に手がかかると思われるが、なかなかいい掘り出し物だった。なんかちょっと、やっぱりちょっと修繕は必要ですよね、これ。買いに行かなきゃ。家具を。とりあえず家の中を探索しよう。あ、なんか上もね、あるから2階も。こっちがじゃあ2階かな?怖い。あ、ベッドだ。あ、ここが寝室ですか。あ、ここね。今のさっき見た2階のとこで。あ、テラスだ。ああ、いい家じゃない。なかなか、いい感じの家な気がする。でもちょっと暗いですよね。なんか、あ、なんかここにも扉が。ある。地下もあるんだ。地下もある。おお。広そう。布。あ、宝箱だ。まだあるの、下が。ずいぶん。随分あれ奥に。何?何これ?あ、なんかやばいもん見つけちゃった。封印された天衣門だって。開く。これ開かない。なんか魔法を使うとか。
これ霊撃あたり。え、何も起きないな。え、謎。謎なんだけど。え、なんか鍵とかある？ホールド。え、でもな、特に何もなさそうだけど、他には。廃れてるだけで。家を直さないと作動しないのかな？ちょっと家具を、多分家具を揃えてないからなのかな？でももうお店も閉まっちゃってるよね。家具買えないよね。しょうがない。じゃあちょっと朝になるまで、ちょっと待ちまーす。なんかこんな汚いとこで寝たくないよ。おー、まあ、でも一家ベッドはなんか綺麗そうだし。なんかちょっと怖いんだよな、吸血鬼になったりしたら。あ？え？え？やめて！え、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ひどい！なにこれ！助けて！待って、あ、これって、あ、待って、スキャンピーが戦ってくれてる。ちょっと待って、これお化け屋敷じゃん！あ、どうしよう。で、魔法で何かあったっけ？なんか、ろくな魔法、持ってないんだよな。ろくな魔法が、どうだっけ、暴力のしかなかった。魔法、魔法。麻痺炎。あ、これ95も使っちゃうんだよね。これで、勝手に自分で作ったやつ。コスト低いやつでいいや。コスト低いやつ。待って。ああ、この辺、この辺。この辺を、登録しよう。何か。聞いてる？やば。あ、で、相手はなんか、ホール系の魔法を使ってくるから、炎は効くはず。逃げてった？ちょっと逃げてった。あ、なんかでもあんま聞いてない気がするな。倒せてるこれ。あ、なんか聞いてない、全然。あ、聞いてる聞いてる。あ、ソードでもいけるんだ、一応。危な。エクトプラズム。まだいる？あ、まだいる！ちょっとやめて、ここうちだ。せっかく買った家が。メニラス邸は呪われていた。寝込みを亡霊に襲われ、目を覚ますと、階下から衝撃音が聞こえた。家を探索して調査する必要がありそうだ。ちょっとこの家に、そんな。めっちゃ呪われてるじゃん、じゃあ。もう家具買おうと思ったのに。じゃあ、なんか、下から音がするって、言ってましたよね。これか。あ、これじゃない。これはギルドのだ。霊魂が宿りし場所。下から衝撃音っていうか、やっぱ、なんか地下に秘密がありそうですね。あの、定義門といい。行くかー。待って、セーブしよう。よし！
じゃあちょっと地下を、またいる可能性があるからお化けが。ん、あ、びっくりした、ろうそくだった。やっぱこれが怪しいんだよな。まだ入れない。待って、ちょっとか、クエスト。あれ、こっちの方にもなんか行くところがある。あ、これのことか、やっぱり。何？絶対でもあの天衣門から亡霊が湧いてきてるような気がする。でも他には何も。あ、待って、あった。え？手の骨が。え、これ取らないとダメかな。取る。あ、日記。日記と一緒に手骨を発見した。日記に秘密の部屋について書かれており、え、あ、直系の人のベニラスのみがその部屋を開けることができる。あー、じゃあその手で開けられるのかな。街で聞いて回ることにしよう。アンビルの奴らは虫けらだ。理解もできないくせにとやかく言いやがって、奴らが思いもよらないような方法で目にもの見せてやる。私の命を長らえるために死者の魂を使おう。不死の書にある方法通りにやらなければ。もっと死体が必要だ。そう、もっとたくさんの死体が。あのおせっかいどもから身を守らなければ、奴らに私の計画を邪魔されてなるものか。屋敷の地下に部屋を作った。ここに私の肉体を葬り、私はこの次元の存在を超越する。ここの扉を開くことができるのは、ベニラスの血統のものだけだ。つまり、ありえないことだが、もし私が失敗したとして、私の子孫が私の後この計画を引き継ぐだろう。ここの秘密を守るため、今までに使った死体の魂たちに、この場所を永遠に守らせることにした。あのバカどもは私に聞こえないとでも思っているのか、噂や当てつけばかりしやがって。この力のことをよくわかりもしないくせに余計なことを。やつらは私を愚かな年寄りと呼んで避けている。若者どもは私の庭に足を踏み入れて度胸試しをしている。私の存在はまるで馬鹿げた迷信や怪談扱いだ。奴らは私を変人として片付けた。しかし、もうすぐ思い知るだろう。アンビルの町が私の周りで瓦礫の山と化し、通りには奴らの死体がゴミのように散らかり、奴らの血が地面を染め、その時になって初めて私の真の力を思い知ることになるだろう。なんかやばいやつなのかな。ちょっとここの前の住人はちょっとおっかない人みたいですね。じゃあとりあえず町の人に話を聞いて回ってみてって感じかな。あれ？もう夜？あれ、朝じゃなかったっけ？Go ahead. What can I do for you? ちょっとベニラスについて教えてください。カウンツアームズに行ってみるといい。カウンツアームズってなんだろう。宿屋かな。ここは？あ、ここだ。カウンツアームズ。ここに手がかりが。すいません。
ベニラスについて教えてください。荷物をまとめて出て行ったよ。テートに向かうって話？テート、結構じゃあ遠くに逃げるっていうか、移動したんですね。じゃあテートに行くか。テートあ、マーカーが出てる。エルフガーデン地区行ってみよう。なんか宿屋で部屋を取ってるのかな。あ、ここだ、この部屋だ。ハードになってる。これはもうちょっと盗みに入る。あ、待って。でも悪いことする前にちょっとやっぱセーブしないと心配。ノクターナルの鍵、便利。あれ？部屋に人がいるんじゃないの？あ、やば、隣の部屋か。騙された。あ、ちょっと寝ているところ、すいません。ちょっとお話いいですか？出てけって言われるかな。え？なんて言った今。なんなんだって言われた。館。So, you think I'm responsible? I suppose you're right. Is the manor used to belong to my grandfather, Lorgren Benners? ああ、お父さんのもの。I knew there was a curse on that place, which is why I sold it to you so cheap. だから安かったんだ。My family said I could move here to the Imperial City once all our loose ends were tied down. The manor was one of those loose ends. それは私が買ったから。I fear my own greed got the better of my judgment. I hope you weren't hurt badly in that horrible place. I suppose I assumed you'd be able to lift the curse and be done with it. なるほど。Lorgren Benners was a strange old man.Always dabbling and experimenting with magic. He was mostly harmless until the fateful day he came across a tome bearing the evil magic of necromancy. He became obsessed and decided to use necromancy. The dark arts contained in the tome called for him to dig up the recently deceased in the nearby crypts. それはまずいね。When it was discovered that he did this, the Mage's Guild called for a quick meeting to decide what to do. It only took minutes to decide. Led by a young upstart named Carahill, the Mage's Guild stormed Benerus Manor and slew Lorgren. However, amid the chaos, his body vanished. あ、じゃあ何、魔術師ギルドがちょっと噛んでるってこと？ The manor must be cursed. You are the first person to set foot inside in a long time.うん、じゃあ呪いを解かないと。一応私アークメイジだし。 According to the diary entry, it seems that I'm the only one who can open the secret door in the manor. And I can't help feeling slightly guilty selling you the place under these circumstances. カウンスアームズにまた。じゃあ来てください。 From there, we'll try to lift the curse together. おー、I'll see you in Anvil. じゃあアンビルで待ってるよ。この人徒歩でアンビルまで行くのかな。ついていくと。Yes. いるかな。あ、いたいたいた。あ、びっくりした。なんか亡霊と似た色してるから。エラント。No way. Farewell. なんか噂してるエランドのこと。I was half expecting you not to show up. Are you ready to go to the manor? OK です。行きましょう。一緒に並んで歩いてみる。
アンビルもね、なんだろう、いいところなんだけど、なんかちょいちょいちょっとなんか呪われてる系の話が多いというか、なんか癖がある街というか、前に一回ね、ここの魔術師ギルドで寝たら、吸血病サングネアなんとか症とかでやばい、吸血鬼になっちゃう病気になっちゃって、いやちょっとね、あの絵はおっかなかったですね。なんか仕方ないからロードし直しましたよ。着いた。ここだよね。わ、怖っ。この家の呪いを完全に解くために、部屋の入り口まで。Hopefully we can make it to the basement without too much fighting. あ、なに？いっぱい出てくるってこと？今も。ちょっと待って。剣にしとこう。あ、いる！まずい。この子、この人守らないといけないから。見てるだけ？ちょっと待って、ベニガス見てるだけ、本当に。ちょっとベニガス、邪魔。ちょこっち来て。全部かな、これで。たどり着いた。いやー。どうなるの？お！手をかざしている。もういいのかな？開け、開くってやれば入れんのかな？ベルウィンが秘密の部屋への扉を開けると、亡霊たちの攻撃が止んだ。あ、何？いちいち倒さなくても。あ、ここまで来ちゃえばあれだったのか。逃げ去ったと言ってるけど。逃げてった。あ、開いた。待って、え、なんかいる。あ、やばくない？不死の書、これか。ちょっとまずいもの見ちゃった。ちょっと解くか。おっかないよ、ここ何？これが、あ、ローグウェンの遺骨、作動って言ってるけど、作動しちゃっていいのかな？他は？あ、棺桶。あ、なんか、あ、そうだ、骨を集めてるとか言ってたっけ、死体とかをね。じゃあ、作動しますか。作動。あ、なに、作動、でも何もない。自分のやったことを後悔してるのか。体を戻してくれ。クエスト更新。祭壇に触れるとローグレン・ベニラスの声が聞こえた。
彼は自らの過去を償い、旧大臣と和解したいと申し出た。彼の望みは、もう一度完全な体を取り戻すことだった。それがきっとベニラステの呪いを解く方法なのだろう。手骨を所持した状態で彼の骨に触ってこの乱心を終わらせることにしよう。あ、じゃあこれで触ればいいんですか。あ、扉が、は、騙されやすい。あ、お前嘘ついてたのかよ。という。このアマチュアに毒リアス戦うんですか。まさかの。怖っ、来た。うわ、ちょっと待って、強そう。スキャンピー、やっつけて、そいつをやっつけて。耳じゃあれかな、ちょっと待って、剣。薬飲もう。剣じゃない、弓の方がいいか。効くのかな。うわっ、二人がかりはずるいぞ。先にスケルトンやっつけるか。スケルトンやっつけた。あ、やっつけてない、まだ。騙して人を、人を騙して、あ、倒した。ベルビンと話をする。あ、でもこれで呪いが解けたんだ、よかった。炎の杖、どんな顔してるの、よくわからないな。あ、消えちゃった。こっちに行ったんだ。調べる。エルフの矢しかないんだ。そっか、やっぱ悪い奴は死んでも悪い奴なんだな。バカは死んでも治らないって言うじゃないですか。悪いやつも死んでも治らないのかもしれない。帰れる？あ、よかった。開かないのかと思った。うわ、疲れた。大変だった。おっかない。ちょっとここ閉めよう。閉めよう。やだよ。封印しとこう、また。でもこれでなんとか家を改装すればなんとか住めるようになるかしら。あー、とんでもない、でも家だった。と宿屋に行けばいいんだよね。なんかここの家もね、なんか怪しいんですよね。
なんだっけ、盗賊ギルドだっけ、なんかそこで行ったような気もするけど。あ、この人、この人、あ、解放者のお戻りだって言ってる。I'm sorry for running away like that, but fear got the best of me. しょうがないよね。I'm glad you talked me into coming with you. Now that the curse has been lifted, I feel like呪いが解けて。I've taken care of my family's unfinished business. Excellent work, my friend. May the manor give you many years of happiness. じゃあ、テートで暮らすんだ。じゃあまたどっかで会うかもね。Farewell.そっか、お疲れ。Enjoy the manor. It suits you. 屋敷を満喫してくれ。I'm overjoyed to hear that you're able to cleanse the manor. Well done, my. Good fortune to you. いいね、これでみんなハッピーエンドだ。よかった、よかった。The manor.すっごい喜んでる。呪いが解放されて。おお、じゃあまたね。じゃあちょっと屋敷にもう一回戻って。The manor is finally... 家具はどこで買うんだろうな。あの、良品店なのかな。まだやってるかな。ちょっとそこだけ行ってみよう。ここでなんか家具をさ、新調できない？ Greetings. Seeing you just... 交渉。Have a look at my wares. I'm sure there's something to suit you. うん。あ、ないのか。まあでもあの家、もともと家具があったから。そうか、家具はあのままなのかな。マジか。ただいま。あれ？あ、でも呪いが解けたらなんか心なしか綺麗になってるような気がする、家の中が。あ、なんかこの本棚とか壊れてなかった？こんな綺麗だったっけ？なんか、あれ？食べ物も置いてあるし。あ、絶対変わってる。服も置いてあるし。あ、エクトプラズムは、ちょっとそのままですけど。あ、綺麗になるんだ。扉は？かわいい。こんな部屋あったんだ。宝箱もあるし。あ、じゃあ待って、ここのじゃあ宝箱に、あの不死の書入れとこう。なんか持ち歩くのも嫌だし。よし。うん。本も入れたし。呪いをなんとか解くことができました。よかったです。本当に。まあ、呪いを解いたらね、家具も綺麗になって。バンバン剤です。まあ、なるべくね、ちょっと地下には近づかないようにすれば、普通に、住めそうなので、ここでね、アンビルに寄ることがあるときは、ここに帰ってこようと思います。それでは皆様、またよければ動画を見てください。ありがとうございました。またねー。